はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、タウンホール13、最後のチャレンジをやっていきたいというふうに思います。意味深ですね、名前がね。もう、何が来るかっていうのがわかる気がしますけども、いろんな方がもうすでに攻略動画出されてるんで、今更感ちょっとあるんですけども、それを見ずに一応自分なりの方法で今回やってますので、多分、時間はちょっとかかるけども、簡単だと思います。苦戦してる方は参考にしてもらえたらなというふうに思います。で、これまずグランドホテルのオデヒーを出していきます。で、ヒーラーも適当に5体つけちゃいます。出す場所はこの辺適当でいいです。狙いは金庫ですね。ここにある金庫まで取っていくんですけども、次バルーンを出して、今のうちにホーミングの回収とテスラにちょっとダメージを、これ入れておきましょう。で、マルチ、シングルインフェルノのターゲットは怖いです。今ちょっとね、喋りながらバルーン出したんで遅れちゃいましたけども、フリーズ2発使っていいんで、これきっちり、このシングルインフェルノは潰していきます。こんな感じですね。ギリギリまで耐える必要全然ないです。こんな感じで余裕で、2発フリーズ使えば倒せますので、壊していきましょう。で、そこからは、このまま、対空砲、さらに大砲、金庫という風に動いていきますが、この金庫を壊すタイミングで、次、アーチャークイーンで出しますんで、アーチャークイーンにこうね、カーソルを合わせて準備しておきます。で、クイヒーの形にしたいんですけども、このね、クイヒーができるかどうかがちょっと難しい。ここでもう出しちゃっていいですね、こんな感じで。で、はい、クイヒーになりましたね。なったら、アーチャークイーンとババリアンキング、ここに、当たるタイミングで、ポイズン、さらにレイジ打っていきます。で、援軍も出てくるんですけども、まあまあ、ポイズン、レイジの、クイヒーであれば、楽勝で突破しますんで、このままヒーラーもなんなら、なるべく削っちゃいましょう。こんな感じですね。で、相手の、スーパーバルキリーもこんな感じで楽勝で削れます。で、次、バーバリアキング準備します。キングはですね、あれ要因ですね。タウンホール壊す要因なんですが、これすげえラッキーな形で、これは意図してませんでしたが、ヒーラーに、いい感じでこう、グランドボレーとクイーンの、ターゲット行ってますね。遠慮なく削らせてもらっちゃいましょう。で、こんな感じで、どんどん、クイーンヒーで削っていきながら、ここでクイーンやられてもらっちゃ困るんで、一旦フリーズ打ちましょうかね。で、ババリアンキング出して、すぐピスト使っちゃっていいですね。で、相手の、ヒーローと当たるタイミング、この辺ですね。ババアを巻き込んで、トームかけます。で、そのまま、タウンホールを削っていくんですけども、まあ、クイーンがシングルのインフェルノにたげられてますけども、これ別にどんどんクローク使っちゃって構わないです。タウンホールまで、キングとクイーンで壊すことができれば、そっから先はむしろ、クイーン邪魔ですね。マルチインフェルノのゾーンに、ヒーラー誘導しちゃうんで、早めに退場してもらった方がいいぐらいです。なので、クイーンを守るんじゃなくて、こっから先は、気をつけるべきはですね、グランドウォーデンと、あと、このヒーラーこいつらだけやられないようにこう気をつけてください。なんで今は、ちょっと変な方向行っちゃったので、急いでレイジとインビジ当てて、おでん守っていきましたね。こんな感じで絶対におでんとヒーラーだけはやられないようにしてください。そこに全ての呪文も積み込みます。で、こんな感じで、タウンホール突破して、低火力帯にグランドウォーデンがこういる状態、こうなったらもう勝ち確定ですね。あとはもう、じばじばこう削るだけで勝ちです。超簡単なゲームですね。呪文がこんだけあるんですけども、使うべきポイントは、さっきも言ったようにグランドウォーデンがやられる場合、またはヒーラーがやられる場合ですね。つまりヒーラーが、マルチインフェルノにたげられちゃったりとかした場合っていうのは、呪文を使って、フリーズなりインビジを使って、ヒーラーを守っていきます。で、対空砲に関してはグランドウォーデン射程長いんで、全然ヒーラーが、倒されるような要素になりませんので、もう無視ですね。で、あと、シングルインフェルノ。これも、バワリア君じゃねえや。グランドウォーデンを倒す、力のある施設なので、そこも注意ですね。まあ、ただ、超簡単で、シングルインフェはこんな感じですね。レイジプラスのインビジ、またはフリーズをすれば、必ず壊すことができますし、なんならまあ、フリーズ2本でもいけますよね。こんな感じ、レイジを打っといて、フリーズって感じですね。こう、ポッて。これで OK です。ちょっと今、端末がアンドロイドでね、少し反応が、これ悪いアンドロイドの端末なんで、レシがうまく押しなかったんで、ヒヤッとしましたけども、こんなギリギリにする必要マジないです。イージーにも、当たるタイミングでレイジを打っといて、で、ポンとポンポンって感じで、フリーズとかインビジーとかやっていけばいいですね。で、やりたいんですが、ちょっと、さっきも言ったように、この端末反応が悪くて怖いんでやりませんが、シングルインフェルトとグランドウォーデンが、1対1でもう直接、真っ向から当たる場合、っていうのは、ライトニングの呪文を打つことによって、一発でここを超えることもできます。が、まあまあ、ちょっとね、危ないっちゃ危ないので、やめます。レイジを使いながらライトニングを使いましょうかね。はい。まあ、ライトニングでも、フリーズでもインビジでもいいんですよ。とにかく、グランドウォーデン守れさえすれば。
こんな感じでライトニング打っといて、攻撃力上げて、で、このポーンとこんな感じで、はい、ダメージの増加をキャンセルして、おしまいって感じですね。どうですかね、結構簡単じゃないですか。この方法。ぜひ、なかなかクリアできないって困ってる方がいたら試してみてもらえたらなというふうに思います。ロイちゃんも、ストライカーも、いらないし、なんなら、呪文も一個ずつ全部余る。ポイズンは使っちゃってますけどね。レイジン、ビジライトニング、フリーズ。この辺は全然余るので、多少自効理想になっても、呪文の無駄遣いしても、多分余裕がありますね。そんな感じです。とにかく、グランドボデーのロスト。ヒーラーのロスト、ここだけ気をつけてください。というところで、本日はタウンホール13最後のチャレンジ、コミナリの、コミナリのクリア方法、解説をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。苦戦している方はぜひ、やってみてください。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。